はい、こんにちは。事業専門の税理士川南みなみです。本日の動画は、見落としがちな税金、事業税について解説していきたいと思います。事業税って一体どんな税金なの前回まで、去年まで払ったことなかったのに、いきなり納付書、通知書が届いたっていう方もいるかもしれません。事業税がどうして税率はいくらかかるのか、動画で紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。それでは、通知書が来た事業税一体いくら払うのかについて、動画で解説していきたいと思います。本日の内容の流れをまず紹介します。 まず最初に事業税について一体どんな税金なのかを解説します。そして次に課税される業種と税率について見ていきます。一体どんな業種だと事業税がかかって税金は一体何パーセントなのかを解説していきます。そして事業税は一体いくら払う計算例を紹介します。そして最後は事業税が経費にできるかどうかを解説して最後まとめこの流れで本日は行きたいと思います。自営業やフリーランス向けに発信していますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは早速事業税についてスライド 見ていきましょう。まず事業税についてです一体どういう税金かと言いますと個人事業主にかかる税金です。要はビジネスをしている個人事業主に対してかかってくる税金が事業税ということですねこれは地方税になりますですので皆さんがお住まいビジネスをしている都道府県に納付する税金になります普段ねあの確定申告すると思うんですけど確定申告することによって払う所得税という税金はあれは国に納付する税金です今回事業税という税金は地方税になりますので当然 付にに納付すす。る税金になりますそしてこちら事業税のポイントというか特徴なんですけども所得によっては課税されない方がいらっしゃるんですねこれが先ほど最初の冒頭で言ったように今まで払ったことない税金なのになんでいきなり来たのっていうことが起こる原因となりますそして2つ目のポイントです業種によっては課税されない方がいますですのでこの2つのポイントは必ず押さえるようにしましょう順番に解説をしていきますはいそれでは事業税が課税される業種と税率について順番に解説していきたいと思いますまず 課税されれる業業種についてですこれは約70じゃあ、どういったことかというと、簡単な表がこちらにありますので、こちらでね、見ていきたいと思います。個人事業税の主な税率です個人事業主は、第1種、第2種、第3種というのに、事業ごとに分かれます。どこの業種に該当するかっていうのが決まってます。順番に見ていくと、第1種は、飲食業や物販販売業、運送業などが該当します。これは税率が5%になっています。2種の方は、どういう方が該当するか とと言いままますすす畜産産業業や水産業の方が該当します税率は4%になりますそして、第3種事業に該当する人がどういう方かと言いますと、美容師業やデザイン業、クリーニング業をされている方が第3種に当たって個人事業が5%ですね。そして、特例があります。ここの業種に該当する方は税率が3%というふうになりますので、自分がどこの業種に該当されるかというのは抑えないといけないポイントかと思います。まとめますと、個人事業税は税率は3から5%。一番低くて3%からマックス 5%. 5%だだと思ってくださいそして、業種の判定なんですけど、こう、一覧表があります。一覧表を見て、パッとね、業種の判定が、あ、ここだっていうふうに分かる方はいいんですけど、やはりビジネスの仕方や、その業種によっては、判断が曖昧な方がいらっしゃる。もしくはそういう方が発生してくるんですね。そういう方は必ず自分でね、自己判断せずに、自分はどこに該当するのかちょっと分からないなっていう方は、税務署や県税事務所の方に問い合わせをしてみてください。ここね、税率のパーセン程度が変わってきますので、確実に必ず押さえておくべきポイントだと思います。そして先 先ほどね、事業税の二つ目の特徴で言ったように、業種によっては課税されない方もいるんですね。それがどういう方かと言いますと、こちらです。分泌業をしている方と、農業をされている方は、この事業税はかかってきません。で、この分泌業っていうところが難しいんですけど、どういう方かと言いますと、ま、漫画家をしてる方とか、小説を書いたりしている方ですね、本を書いて生計を立てている方が分泌業に該当します。その方は、要は事業税はかからない、0%というふうに決まっているんですね。で、やはりこのね、先ほど紹介したように、曖昧な方いらっしゃると言ったんですけど、 例えばこういうううういいいいい方がどういうふうに判断されるかととのを紹介したいと思います。例えば、アフェリエイトで文章を書いて収入を得ている方今多いですよね副業とかフリーランスでされている方も実際いらっしゃるんじゃないでしょうかその場合はどうなるか文章を書いているから文筆業に当たるのかそれとも違う業種に当たるのかって言われると答えはアフェリエイトで確かに文章は書いているんだけどもアフェリエイトの広告によって収入を得ているというため広告業に該当するっていうことなんですねなので自己判断せずにね自分は文章を書いてるから 大丈夫だだろううと思わわずずにに業種の判定曖昧な方はは必ず問いいい合わせをすするるもししくくご自分で確認風ううてください次のスライドでもう少しね、一覧表、第1種、第2種、第3種の詳しい表を見せます。これが一覧表になります。先ほどね、見てた表よりもう少し詳しく業種ごとに掲載されています。これ、東京都の取税局から持ってきたデータですので、もし気になる方はね、この東京都の取税局のデータ、とても見やすく表にまとまってましたので、あの概要欄に URL 貼っておきますので、興味ある方はぜひぜひそちらの方ね、覗いてみてください。授業生のね、解説ももちろんしてますので、 チェックしていいいいただけるといいかとか思います、はい、それでは順番に見ていくと第1種の方はどういう方が該当するかっていうと、まあ、順番に見ていくとね、まあ、全部見ていくとちょっとまれなので物販業とか、まあ、料理飲食店されている方不動産している方も一種ですねあとは旅館業や運送業をされている方、まあ、観光操作業とか広告業という方は第1種の事業に該当して税率が5%というふうに決まっておりますそして第2種の方は畜産業や水産業、まあ、この業種の方ですかね、まあ、4%というふうになっておりますで第3種はちょっと5と5% 続いたように特例がありまますすのでれ第三種の方はどういう方かといいますと医療関係ですね医療お医者さんされてる方とか、まあ、薬剤師されてる方あと市業の方がここに入ってきますね私の税理士業もここにありますなので購入会計士とか弁護士あとコンサルタント業の方もここの第三種に該当して5%になりますあとデザイン業をしてる方とか利用美容業、まあ、クリーニングされてるとかその方その辺りの方はここに該当すると思ってくださいそして特例の例外ですこれは税率が3%になります一番低いですよねそれどういう方かと と言いですのでね、やはり自分がどこに該当するのかっていうのを把握しておくことがポイントの一つになるかと思います。それでは次、具体的ね、事業税の計算方法について、次のスライドで見ていきましょう。はい、事業税の計算方法についてです。一体事業税はどういうふうに計算されるかと言いますと、所得額から290万円を引いた金額に税率をかけて事業税というのは計算します。ここの税率が先ほど紹介したように3%から5%ってことですね。じゃあ実際、ちょっと具体例として 所得が400万円の方で計算をしていいいきたいと思います所得が400万円の方はどうなるかと言いますと290万円の控除額がありますので400万円から290万円を引きますその残りの金額に税率をかけるので、まあ、今回は、ね、例として5%の方だったとしますで5%とすると事業税は年間5万5千円ということになりますでここのポイントは事業税は控除額が290万円あるということですつまり290万円以下は事業税がかからない0円ということになる あるんですね、ここが最初に説明したように案内したようにねなんでいきなり事業税がかかるようになったんだろうっていう原因はここになります要は所得から290万円を引いて以下なのかそれとも出てるのかってことですね要は稼ぎが大きくなって290万円を所得が超えた場合は事業税がかかってくるっていうふうになるわけですで一つここ重要な一つ注意ポイントなんですけどこの所得金額っていうのはねどこを見ればいいんですかって皆さん思うと思うんですけどこれは売上から経費を引いた金額が所得になりますので売上から経費を引いた金額を所得で見てください。 売上ではないのでね、計算するときに売り上げを見てかけるとかなり大きな金額になってしまうので、そこを気をつけください。あともう 青色申告の控除がある方がいると思うんですよ。青色の控除額、65万円、55万円、10万円と呼ばれるものですね。この控除額を引く前で計算をしてください。ここの売上げ引く経費のこの所得は、その青色申告、65万、55万、10万円を引く前の金額で、金額から290万円を引いて計算するようにしてください。ここ間違えるとね、ここの税金額がね予想が変わってきてしまいますので、気をつけるポイントになります。じゃあ、事業税、一旦ね、こうやってね、計算するの分かったんですけど、これ別に何かね、資料を出さないといけないのとか、書類出さ な,ないといけないの、申告しないといけないのって思う方いらっしゃるんですけど、<確託>事業税は確定申告を提出すると自動的に計算をしてくれます。要は、税務署にいたデータが県税事務所、まあ県の方にデータを飛ばしてくれるんですね。で。 そちらの方のデータを見て、あなたの事業税はいくらですよっていうふうに通知、まあ納付書が届くことになっています。ですのでね、別途して計算して出さないといけないというわけではないので、その辺はご安心ください。確定申告書を出せば自動的に来るという。290万円を超えていたら自動的に来るっていうことですね。で、初年度、初めて事業税がかかる年、要はね、ここ290万円を変えた初めての年に、県税の方からね、お知らせが来たりとか、あとお問い合わせの案内はがき、まあお手紙が来る方がいるんです。要は業種がここで合ってますかっていう確認とか、 ちょっとこのケースだと曖昧なことがあるので、まあ、アンケートみたいな内容ですかねが来ます。もしそれが届いた場合にはあのなんだろうよくわからないという風にスルーせずに必ず記入をしてあの返信するようにしてください。で記入方法わからない時はあの問い合わせして聞いていただければいいと思うので放置しないということが大事な点になります。はいそして事業税は経費にできるよということを最後ね解説しておきます。事業税は経費にすることができます。これね感情科目なりで処理するかといいますと租税効果という感情科目を使って会計処理をします。で事業税は経費に上げる 形状漏れのないいようにしてくださいじゃあ次に、納期についてです。いつ事業税払うのかと言いますと納期は8月と11月ですですのでこの前にお知らせもしくは通知書が来ます、まあ、納付書と一緒に来たりしますね。なので必ず来たらお知らせ怖がらずに開けて確認をするようにしてください。その中に納付書が入っていたり、まあ、口座振替のの、ね、手続きが入っている方とかもう口座振替の手続きされている方はお知らせのみになると思います。で8月と11月に払うんですけど金額によってはね一括で引き落としもしくは一括で支払うという方もいるかと思います。基本 的に8月と11月だと思ってください2回に分割で払いますそして口座振替を使ってるとね引き落とし部が少し延長されたりま地域によってね引き落とし部がやはり変わりますので全国統一じゃないので変わりますのでそこにね書いてあると思うので口座振替の場合は何日に引き落としされますよっていうのであの通帳の残高の方足らないよね残高不足にならないように確認をするようにしてください納期は一応8月と11月が基本です事業税は経費になりますよって今案内したんですけどこの税金は経費になる税金とならない税金が あるんですねそれをちょっと紹介したいと思います。まず、経費になる税金にはどういうものかと言いますと、まあ、消費税の確定申告をした際に、払った消費税は経費になります。そして、今今回動画で紹介している事業税は経費になる税金です。そして、ならない税金。これ、皆さん本当によくね、間違えて会計処理されてますので、お気をつけください。ならない税金っていうのは、所得税や住民税。これは経費にはなりません。なのでね、この租税効果に振り返っている自営業の方、たまにいらっしゃるんですけど、これをしてしまうと、経費に上がってしまいますので、税金の額が変わってきてしまいますので、 でここは本当に要注意ポイントっていうかチェックポイントですね。あと逆にね消費税、事業税を経費にするのを忘れていると自分が損しますので知らなかったっていうことで損をしないようにここは押さえておくべき大事なポイントかと思います。ぜひ頭に入れておいてください。では最後ねまとめます。まずね事業税という税金を知ることですね。どうしてかかるのか、いくらかかるのかっていうのを確認してください。そして業種の確認をするってことですね。自分は一体どこの業種で何パーセントなのかを把握する。これも重要なポイントです。そしていつ払うのか資金繰りですね。税金っていうのは ある程度いついくら払うかっていうのを年間でちょっと頭に入れておかないと支払いがきつくなったり、この資金繰りが大変になります。動画でね。税金スケジュールっていうのね。動画を出してますので、ぜひそちらの方を確認して税金のスケジュールを抑えるようにしてください。はい、そしてね。最後経費にできる税金事業税は経費にできるので、計上漏れのないように知らなくて損したっていう風にならないように。こういう情報まあ、経理や税金確定申告の情報は抑えるべきポイントまあ、知っておいてね。損はないかなと思います。はい、それではね。本日の内容は以上です。チャンネル登録の方よろしくお願いします。 これね、自営業フリーランスの方向けに役に立つような情報を発信してますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねと高評価ボタンしていただけたり、感想やコメントいただけると励みになりますのでぜひお願いします。あと他、他 SN sns をしてまして、インスタツイッター、tiktok もしてます。tiktok の方はあの初めてね。5ヶ月でフォロワーさんが5万人を超えておりますので、ぜひそちらの方でチェックしてください。概要欄に飛べるようになっております。はい、私はオンラインサロンも運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につけるまあ、新しい形のね。顧問契約と。 やっております月学生の完全会員制メンバーにならないと中身は見えません。そして相談が、質問がオンライン上でできるということが最大のメリットです。普段ね、相談1時間1万円で料金表書いてあるんですけど、メンバーになると相談や質問がいつでもできることができます。ここがメリットですね。で、2つ目、税理士の裏側を公開しています。ビジネスどうやってしてるかとか、まあ、YouTube、TikTok のフォロワーの SNS の伸ばし方など、あと経理や税金情報、新しいニュース、補助金の情報等もオンラインサロンに優先的に全て投げております。表にね、あまり出してないっていうか、ほとんど出してない情報ばかりになってます。 ので入会を検討していただければと思います。そして3つ目のメリットが Zoom サロンを定期的に開催しています。私とねサロンメンバーさんとで Zoom をしてちょっと、ね、おしゃべりをしたり情報交換するんですけど、まあ異業種交流ができたりとかあの情報交換ができるということでかなり好評です。ぜひねメリット大きいですのでオンラインサロンをね詳しくもうちょっと知りたいのとかねどういう風なのかなっていう方は概要欄に URL 載せてますのでそちらの方からご確認してみてください。はいそれでは本日の動画も以上になります。最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。またの動画でお会いしま。 税理士河南でした。チャンネル登録もよろしくね。それではまた。